こんにちは、ポロです。今日はですね、そのペルソナ設定意味あるというテーマでお話していきます。このペルソナっていう言葉ね、知ってる人多いと思うんですけども、仮想のね、特定の個人を設定して、その人に向けてね、商品作ったり、情報を発信していきましょうと。そのためにやっぱりね、具体的な個人の一人の人間を決めた方が、そういうのね、発信がしやすいとか、商品が作りやすいんで、ペルソナを作っていきましょうというふうに言われているわけですけど、それだけではね、僕はあんまり意味がないと思っていて、今回お話しする内容っていうのは、多分他で言ってる人って多分いないというか、見たことないんですけど、このね、ペルソナ設定に関する話を今からしていきます。で、なんでペルソナをね、設定するのかってことですけど、これは悩みとか願望ですね。これを理解するためにペルソナを設定するわけですよ。例えば特定の個人を設定したとしても、その人が何に悩んでるのかわからなければ意味がないんですよね。例えば東京都在住、山田太郎さん35歳、妻1人、子供1人、子供4歳でみたいなね、年収500万でみたいな、それ設定してその人が何に悩んでるか分かりますか？多分分かんないと思うんですよ。で、その情報発信にせよ、商品作るにせよ、何かしらの悩み、もしくは願望があるから、そこに向けて訴求するから、情報発信が刺さったりとか、商品が売れたりするわけですね。その人が何に悩んでて、何を欲しがってるか分からなければ、商品なんか作れるわけがないんですよ。その具体的にその特定の個人を設定したとしてもですね、それだけでは不十分だということですよ。だから、そのためにやっぱこのペルソナを設定することによって、これらを導き出していくっていうね、そういうことをしていかないといけないわけです。で、その時にどうやってじゃあ導き出すんですかってことですけど、2つあるんですよね。1つは自我で、2つがですね、2つ目が最大公約数。この2つを両方ですね、考えていく必要があって、この自我ってのは何かっていうと、例えば子供からすれば自分は父親で、奥さんからすれば夫で、会社に行けば、部下からすれば上司になるし、上司からすれば部下になるみたいな、親からすれば子供になるみたいな感じになるわけですけど、人間ってのはいろんな自我を持ってるわけですよ。で、それぞれの自我によってあり方って変わるわけですね。だから、この山田太郎さん35歳、もういっぱい自我を持ってるわけですよ。家では父親とか夫っていう自我で、そういうふうなあり方になってるし、会社に行けば上司になったり部下になったりしてるわけです。で、どの自我に向けて投げるんですかってことですね。全然違う自我に向けて投げても意味ないわけですよ。会社のことの悩みを解決したいのに、全然その関係のない自我に関して、そういうね、発信をしても刺さらないわけです。で、この自我がいろいろあって、じゃあそれに対してね、具体的にその自我からどういうふうに悩みを導き出していくのかっていうのが、この最大公約数っていうのになるわけですね。例えばさっき東京都在住っていうふうに言いましたけど、東京都在住の人でサラリーマンの人はですね、おそらくほとんどの人が通勤電車に乗ってるんですね。で、都市部の通勤電車っていうのは、満員のことが多いわけですよ、通勤の時間帯っていうのは。だから、おそらく満員電車に悩んでんだろうなっていうのは、最大公約数的に導き出せるわけですよ。東京都に住んでてサラリーマンやってて、35歳で、そういう役員とかでも何でもないだったら、おそらく電車で通勤してるから、満員電車に悩まされてるんだろうなって分かるわけですよ。で、この何県在住とかっていうのを適当に決めてね、例えば北海道在住とかってなった場合、北海道の人がじゃあ本当にこの満員電車ね、通勤で悩まされてるのかってとこを考えた時に、多分そうじゃないと思うんですよ。車で通勤してたりとかするから。で、なんでそのどこどこ在住って決めるかっていうと、それによってこういうことが分かるからですよ。田舎の人だったら、おそらく車通勤だから、その車のね、例えばその、運転の問題とか、車運転するのが大変だとかね、冬だったらなんか雪がいっぱい降って大変だとか、そういうことが分かるわけですよ。で、35歳っていうその年齢から、例えばね、これぐらいの年齢だったら、なんか係長になってるとか、課長になってるとかね、っていうのがなんとなく分かったりとか、そうするとこの人は部下になったり、上司になったりとかって導き出せるわけですね。で、例えばそれが女性で、主婦の人で小さな子供がいたら、幼稚園問題とか、ママ友問題に悩んでるんだろうなって、最大公約数的に導き出せるわけですよ。そういう特定の個人を設定するっていうことはですね、そこから、この何に悩んでるのかっていうのを、探るためですよね。そういう設定すれば、その人が何に悩んでるのかって、なんとなくわかるわけじゃないですか。単純に山田太郎さん35歳、妻1人、子供1人、年収500万だけだと、それに対してじゃあ何か発信したい商品作っても、無理なわけですね。何に悩んでるのかわかんないわけ。それは、なんで設定するのかっていうと、こういうことなんですよね。で、この願望の方ですけど、
願望ってどうやって生まれるんですかということですよ。これはですね、まあ、願望ってどうやって生まれるかというと、まあ、欲なんですよ、はっきり言うと。何か欲があるから願望が生まれるわけであって、じゃあこの欲って何なのかというと、ないものねだりなんですよ。例えばサラリーマンの人で起業したいって人多いですけど、それは自由が欲しいからですね。収入もコントロールできないし、人間関係もね、誰と付き合うかって自分で決められないし、労働時間も自分で決められない。だから自由になりたいって言って独立をね目指す人が多いわけですけど、じゃあいざ起業したらどうなるかっていうと、収入が不安定になるから今度は安定が欲しいって思うようになるわけですよ。だからないものねだりなんですね。独身の人は結婚したいって思うし、結婚して子供ができたら自分の時間が欲しいって思うわけですよ。だからないものねだりなんですよ。ないものねだりから欲が生まれて、それが願望に変わっていくわけですね。さっきのああいうステータスを決めれば、この人はおそらくこういうところのないものねだり、だからサラリーマンだからおそらく自由を欲してるんだろうなみたいな、そういうふうにまあそういう願望を持っているというのはなんとなくわかるわけですよ。だからそれで、まあ、ペルソナを決めて、そこから悩みとか願望っていうのを自分なりに推察していくってことです。単純にその特定の個人を決めるだけでは意味がないってことです。で、このペルソナって意味ってまあもう知ってると思うんですけど、仮面なんですね。仮面。で、仮面ってつけたり外したりできるじゃない。だ仮面って1個じゃないんですよね。家に帰れば父親になったり、ね、夫になってって、そういう仮面をつけて、会社に行けば上司の仮面つけたり、部下の仮面つけたりするわけですよ。で、なんでこのペルソナっていう言葉を使うのかってことですよ。別にターゲットでもいいわけじゃないですか、その表現的には。でもターゲットじゃなくてペルソナっていう言葉を使う。さっきの山田太郎さん35歳ね、子供1人、奥さん1人、年収500万をターゲットって呼んでもいいわけですよ。なんでわざわざペルソナっていう、ね、言葉を使うのかってことですね。それはこれは仮面だからですよ。どういうことかっていうと、どう仮面に向けて発信してますかってことですよ。要するに、一人の人であってもいろんな人格を持ってるし、いろんな自我を持ってるわけだから、そこまで考えて、だこの山田太郎さんに向けて、会社の自分が部下であるっていう立場の時のペルソナ、この仮面に向けて発信する。だからその、じゃあ会社で35歳で上司対部下みたいな、自分が部下のね、山田太郎さんの部下側になった時に、その人がじゃあどういうね、悩みとか願望を持ってるんですかっていうのを導き出して、その仮面に向けて商品作ったり発信する。だから仮面ペルソナっていうふうに言うわけですよ。だからここまで考えないとペルソナ設定っていうのは意味がないんですよ、うん、だからなんとなくみんな特定の個人決めましょうで終わっちゃってるんですけど、じゃあその人が具体的に何悩んでるのかっていうのは分からなければね、何を売ればいいのかも当然分かんないわけだから。だからその一人の人間でどういう仮面をかぶっていて、どの仮面に向けて訴求するんですかってことですね。だからペルソナっていう言葉になってるわけですよ。ターゲットじゃなくてね。なんでまあペルソナ設定ね、大事ですよでみんな終わっちゃってるんですけど、それだけでは十分じゃないので、そこ決めて なんとかさんね、何歳どこどこ在住とかね、年収とかその家族とかね、そこだけ決めてもそれだけではね、その人が何に悩んで何を欲してるのかってわからないので、ちゃんと これぐらいまで考えてペルソナ設定をしましょうというのが今回のお話です。